はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。今回は準々決勝、朝日水産前評判 C、まあ、ここに来て前評判 C っていうのがね、やだよね。やりにくさはある。なんか変、逆にね、ちょっと安心してる部分ももちろんあるんだけど、やられる時ってのはこういう時かなって。これでいこう。最近ちょっとね、3番バッターの調子が良くないんですけど、三月信じます。頑張ってください。よし、勝とうぜ。いや、前評判しどんな C なんだろう。強い C ってあるからな。熱戦が続く戦いもベスト8が出そう。弱い C もあるけど、準々決勝へと進んでいきます。弱い C がいいな。準々決勝の模様を勝ちたいもん。一塁側、南北海道代表、強豪、登別。お願いします。万代の拍手に送られてちょっと待って、すっげえやりづれ。負けたらすげえかっこ悪いパターン、これ。一応見るか。いや、まあ、一応、あ、負け運があるのか。あ、クイック F は助かるね。三月とかでも全然走れるんじゃないか。雪見とかも走れるかもね。ただ変化球優秀だね。いやー、なんでこういうチーム準々決勝で持ってくるかな。やりづらいよ。とりあえず塁出ようぜ。走り放題だ。第2球、インコース低め、ストライク。頑張れ。第3球を投げた、ストレートはボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球はインコース引っ張った、レフトへの当たり、レフト後方、ワンバウンドヒットになった。とりあえず点欲しい。1点でもいい。ツーベース。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。誰かと手を挙げてくれた。ちょっとこれ見ていい？三月が理想なんだけど。あのちゃん、いやー、どうしちゃったんだろうね。本当なんか3番に入った人が全然打てなくなっちゃうんだよな。まあ、まだ1打席だけど、この試合は。第2球、見送ってストライク。2試合ノーヒット。あ、違うか。前々回三月打ってる。投げた、流し打ち、どうだ。スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました、打った、これはファースト正面。白戸、自分でベースを。おい、1点ってすげえ嫌だぜ1点ってすっごい嫌だな。簡単にひっくり返されちゃうもん。初球外れても 4、5点あれば、お、さすがに。スタンドに入りました。ファール。第3球、ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました、ストレート。ルイデオ2ボール1ストライクです。第5球投げました、よし。フォアボール。おい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 待てやばいやばいやばい。才能開花、ちょっとこれが伝令だな。伝令、助言。上り別、気をつけろよ、ま、本当にパワー D あるから。弾道さんあるし。第9投げました、投球これから2球目、打ちました。やめろすげえ怖えって。第3球を投げた、
スライダーボール内角低め。俺変な強豪とやるよりもねビビってる。投げた内角高めボール。カウントは2ボール2ストライク。すごい嫌だこの勝って当たり前感が。投げた打ちました。三塁線のゴロ一塁へ送る。いや守備がパッとしないもんな。まだな一応 D はあるんだけどね能力は。第9初球フォークボール空振り。第2球投げた。これはもうちょっと点取りませんか。マジでマジでもうちょっと点取りませんかね。うち3球目ストライク。追い込んで第4球を打ちました。これはセカンドが正面一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。マミ2アウト。いやー思ってたんと違うな試合展開が。第9投げました。初球打ち流したファールボール。第2球投げました。ストレートはボールインコースへ。カウントワンボールワンストライク。投球はこれから3球目見送ってストライク。あれ追い込んでから投げました。打った打ってない。別所取ったセカンドから一塁送球。いやよかったうち裏でよかった本当に。上り上りでとりあえず才能開花使ってまずワンナット取ろう。さあ持ち前の才能を開花することはできるか。169キロまでいってよ助言と才能開花で。見たくない。いや遊ぶ余裕ないな。ないないわごめんないわ。第9投げました。ボール。第2球投げました。打ちました。ファール。第3球を投げた空振り。ワンボールツーストライク追い込んでいます。第4球を投げた打ったショートバウンド取った一塁送球。やべもう必死だもううち。いや必死でいいんだって必死でいいんだって必死にやろうぜ。第9変化球はアウトローへボール。第2球投げたストライク。第3球を投げたスライダーによってストライク。第4球は外れた。いやー超怖い超怖い。これ逆転されたら危ないよ本当に。打球は三遊間へ。はるかボールを取るアウト。これで2アウト。正直逆転されたらもう点取れる気がしないもん。第9同点もダメよぶっちゃけ。まずはインコース低め。もうここでパッて抑えて勝たないと。第2球見送ってストライク。第3球は外角低め見送ってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上はマミ。さあ4球目インローへ変化球外れてボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました。うわ怖い危ない。ノリヤ掴んだアウト。よかったぜマジで怖かったぞこの試合。これでベスト4進出です。マミ見事な完封勝利。夏の甲子園大会準々決勝戦あざした。あざした。強かったです本当に。登別といえば熊牧場。熊牧場床の仲間が楽しい仲間が皆待ってるぜ熊牧場。ここは登別熊牧場。いや実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。怖かったな。何も油断もしてたつもりもないしね、まあ、やれることって言ったら、まあ、極端な話何も変わんないじゃん普段と。それなりに一生懸命はやったけどもね危なかったね本当に危なかったね。勝ちました。なんとか勝ちましたね。さすがにあれかランク低いからマミちゃんとか正常なしか。
カーラ150キロ。いやー、はるかなんとか肩 B いってほしいな。名門校、せーのドン、前評判へ群馬水産。お、負けてるんだよ俺、甲子園で負けてんだよ俺、覚えてるもん。来たね来たね群馬水産。勝とうぜ勝とうぜ。少しでも成長させとこ。スケジュール変更手帳助かる。来たか前評判へ。でまた ここで群馬水産っていうのが 決勝でもよかったけどね、まあ、準決でもなんかこう、まあ、ドラマあるかな。よし、じゃあ終わりましょう。明日頑張りましょう、勝ちましょう、リベンジ。終わります、バイバイ。